と肩の力を下ろして、あ、肩の力をこうなんだ抜いて、後ろで見てて不安とかなかったですもん。あ、本当ですか。今日はちょっとなんかね、風邪にぶずおどうも、皆さんこんばんは、ブリーチ千年決戦編決別団先行上映会へようこそ、黒崎一護役森田正和です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。石田瓜生役をやらせていただいております杉山紀明です。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。ユーグラムハッシュワルトを演じております梅原雄一郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。アスキンナックルバール役の竹内です。本日はよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。いやーすごい、まあ、ここ2人でもよく話してたんですけども、はい、いやそうそうたるあのメンツとスタッフさんの中でこう入っていくというところで、あの非常にあの現場の空気感とかどういう感じなのかなみたいな、そういうことを話し合ったりしてたんですけれども、先にワンクルメの時にね、あのそうですね、僕の方が早くねで現場感とか教えてもらったりして、はい、でそしたらすごくあの和気あいあいとやってる雰囲気だというような話も聞いたりして、で何より森田さんがね、いろんな方に話しかけてもらったよとか、なんかそういう話を聞いたりして、はい、すごく、まあ歴史も長くなってきましたし、まあ、そういうもう出てらっしゃる方も皆さんベテランっていう作品ではあるんですけれども、なんか割と肩の力を下ろして、あ、肩の力をこうなんだ抜いて、うん、抜かせてもらえるっていうんですかね、うん、下ろしちゃうと抜けなくなっちゃう先に抜いちゃう確かに抜けるようなね、いい意味ですごくあのやりやすい空気感だったのでありがたかったなというような印象ですね。僕は、まあ、2クール目でようやくなんですけれども、1クール目は本当にずっと緊張してました。正直緊張するらしいんですよ、そうなんですよ。でもこう見えてすごく冷静な雰囲気じゃないですか。だから多分緊張はされてたと思うんですけど、現場ではすごく堂々と演じてらっしゃる。いやいや、もうあの時も本当にもう後ろで見てて不安とかなかったですもん。あ、本当ですか。一緒に撮ることが僕のそうなんですよ。ありました、同じブースで撮れた話数がありましたもんね。もうほとんど今回一人で撮ってたんで修行してだからもう画面上もずっと一人でしたけど、スタジオの中もずっと僕一人でしたからね。本当に修行ですね。うん、もうずっとそういう意味でも修行だったんですけど、ずっといらず参道一人でスタジオ行くまでの道がもういらず参道気持ちが重い重い。そうです、今日も一人か。今日クインシーチームと死神だけなんですよ。僕の中にもそのクインシーの血は入ってるわけですけども、はい、うんうん、言うて死神側ですから、うん、だから今日はちょっとなんか、ね、風邪にぶずおやばいなやばい、頭から突っ込むとまずいんだろ頭から突っ込んじゃいけない、突っ込まなかった、危ね危ね冷静だねっつって